シティオブ・キャンベラは、カンタス航空が1989年に受領した、ボーイング747から438。アメリカ合衆国のボーイングエバレット工場から、カンタスへ納入される際、経由地のロンドンヒースロー空港からシドニーまでのフライトが行われており、直行便の商業飛行として、世界最長記録を樹立している。機体記号 VH o j で登録された本機は、 カンタスが受領したボーイング747から438の初号機であり、オーストラリアの首都にちなんでシテオブキャンベラと名付けられた。追加の燃料タンクの設置等の大規模な改造は施されなかったが、軽量化のためにキャレーや貨物室から一部の装備を取り除かれた。本機は20時間9分をかけて、 ロンドンヒースロー空港からシドニーまでの9720海里を飛行した。この時間は1961年にイギリス空軍のアブロ・バルカンによるスキャプトン空軍基地リッチモンド空軍基地間の飛行で打ち立てられた英語艦飛行の最短記録よりも6分長かった。なお、アブロ・バルカンは軍用機であり飛行中に空中給油を複数回していた。したがって、 本機の記録は民間による無給油での飛行としてのものである。フランクフルト空港での本機本機はそれ以降もカンタスの保有機として活躍を続けたが、カンタスが747シリーズの退役を進めていく中で2015年1月に引退した。本機の最後の商業飛行はヨハネスブルグシドニー間のフライトであった。 その後本機はの航空機復元協会に寄贈するため2015年3月8日にシドニー空港からイラワラリージョナル空港までの世界最短のラストフライトを行い短期間の廃止措置の後展示されている。カンタス航空に納入されたボーイング707初号機本機の他にもシティオブキャンベラの名は以下のカンタス機に関されている。ありがとうございます。